こんにちは、こんばんは、マロと申します。本日は白熱のアルカナワンボックス開封していきたいと思います。さあ、早速開封していきましょう。1パック目、ヤトウモリ、ドーブル、チュリネ、ジャッジマン、バドレックス、チュリネでした。2パック目、ニャスパー、キリキザン、テールナー、マフォクシー、エンテイ、ウィンディでした。3パック目、たまたま、ヒンバス、ヤトウモリ、エネルギー付け替え、カイオウガ、ギギアルでした。4パック目、キルリア、マスキッパ、ニャオニクス、メガヤンマ、ザマゼンタ、ドーブルでした。5パック目、ラブカス、ヤトウモリ、チルタリス、ハッサム、カプテテフ、ジャッジマンでした。6パック目、ヤンヤンマ、フリソデ、キャプチャーアロマ、ナッシー、ボルケニオン、チルタリスでした。7パック目、ペラップ、エンニュート、セレナ、サーナイト、フリーザー、ニャスパーでした。8パック目、ストライク、コマタナ、ニクリ、ギギギアル、マギアナ V、マスキッパでした。9パック目、チュリネ、チルット、ルージュラ、V ガードエネルギー、ザシアン、ホエルオーでした。10パック目、タマタマ、エンニュート、ギアル、ウィンディ、輝くアーマージョキチャーギアルでした。11パック目、マスキッパ、ガーディ、ミロカラス、ジャローダ V、 ジャローダ V スター、キャプチャーアロマでした。12パック目、キリキザン、ストライク、フォッコ、チェルタリス、バドレックス、テールナでした。13パック目、振り袖、ペラップ、ダブルターボエネルギー、ホエル王、振り袖来ちゃー、ハッサムでした。14パック目、ラブカス、ニャスパー、テールナー、ヒスイドレリア、ミュウツー、ダブルターボエネルギーでした。15パック目、ホエルコ、キルリア、緊急ゼリー、マフォクシー、カプテテフ、フォッコでした。16パック目、ミクリ、ギギアル、ドーブル、ポケモン入れ替え、ザルード、ミロカロスでした。17パック目、ラルトス、ギアル、ハッサム、キャプチャーアロマ、エンテイ、エンニュートでした。18パック目、チルット、ラルトス、振り袖、ニャオニクス、レシラム V、ニャオニクスでした。19パック目、コマタナ、キルリア、ジャッジマン、アローラロコン V、アローラロコン V スター、ルージュラでした。20パック目、マスキッパ、ラブカス、エンニュート、ミロカロス、カイオーガ、エネルギー付け替えでした。はい、ということで全部開け終わりました。振り袖のレインボーのカードや輝くアマージュのカードが出てくれたので良かったかなと思います。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またね、バイバイ。